ファーウェイテクノロジーズは中華人民共和国新選手に本社を置く通信機器大手メーカー。1987年に携帯電話のインフラストラクチャー整備に必要な通信機器を開発するベンダーとして中華人民共和国新選手に設立された世界有数の ICT ソリューションプロバイダー。最近はシムフリースマートフォンなど端末を手掛けるまでに急成長を遂げた。 企業当初のファーウェイへの顧客は中国電信、中国移動、中国モーツー、中国ツラネ通りなどの中国企業が中心であったが、1997年に香港の八村ン,ンポアと初の海外契約を得たのを、皮切りに世界トップ通信企業50社のうち45社に対して製品やソリューションを提供するまでに成長し、2012年に売上高でエリクソンを超えて、 世界最大の通信機器ベンダーとなった。2019年時点でヨーロッパ、アジア、アフリカ、南米、中東の170カ国のうち530社の通信事業者に設備を提供していた。スマートフォンにおいては出荷台数、シェアともに世界3位となり、世界の市場占有率でアップルを抜いて世界2位になったこともある。毎年売上高の10%以上を継続して、 研究開発に投資するなど、先端技術開発への投資が旺盛な企業として知られている。2015年時点で、全従業員数の45%にあたる約7万9000人の従業員が R&D に従事しており、2015年の R&D への投資額は合計596億700万人民元に上った。これは、 売上高全体の15.1%にあたり、過去10年間の R&D への投資額は、累計でに400億人民元を超えている。2008年に初めて国際特許出願件数世界1位になると、その後は5位内をキープし続けている。2015年12月31日現在の特許申請数は中国で52,550件。 中国国外で3万613件となり、特許取得数は延べ5万377件に上る。ユニークな経営体制であることでも知られており、CEO3 人が臨番性を取っていて、半年でどんどん CEO を変えていく。戦略的に、あえて株式市場に上場せず、非上場を貫いている。二千十七年の段階では、約百七十カ国に進出しており、 各国に研究所を設けている。2018年以降は中国とアメリカ合衆国との関係が悪化する中でファーウェイ製品の輸出に制限が加えられるようになり経営環境も悪化。2020年には事業の再構築を図るために低価格帯のスマートフォン事業の売却が検討された。アメリカ合衆国商務省産業安全保障局によるエンキティリストの掲載企業である。 日本法人は、花ため、技術日本株式会社という名称で2005年、設立。東京都千代田区大手町に、東京本部を置く。通称は、ファーウェイジャパン。日本研究所は、横浜市のコンカード横浜19階に置き、2015年4月現在、日本人と中国人の合わせて95人の技術者が、在籍する。Wi-Fi ルータなどの提供を主に大手、 携帯電話会社に対して言っていたが、現在はグローバル市場での競争力と日本市場での経験を強みに優れたユーザー経験をもたらすスマートフォンやタブレット製品を幅広く展開している。2011年2月15日には中国企業発の日本経済団体連合会加盟を果たした。日本国内での通信機器燃焼の際には輸入元である当社名で申請される。 このため、本体名板の製造元には、ファーウェイテクノロジーズ仕様、リミテッド、輸入元として、花ため、技術日本株式会社が表示される。リクナビ2018に掲載された、ファーウェイジャパンの求人広告によると、エンジニアの月給は、新卒の大卒者で40万千円、収支終了者は43万円に設定されている。また、年に1回以上は、賞与があるほか、 有給消化50%以上、完全土日祝休みである上に、各種社会保険も完備されており、退職金制度も整っている。厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、2016年の大卒初任給の平均は約20万円、終始終了者は約23万円であり、ファーウェイの工夫ぶりが話題となった。 日本経済新聞は2017年6月29日、ファーウェイが今年、千葉県に大型通信装備工場を建設して、生産に入ると報じた。なお、中国企業が日本に本格的な工場を建設するのは初めて。ファーウェイは、千葉県船橋市にある工場跡地を DMG 森製機から買収しており、この敷地に50億円を投入し、ルーターなど、 ネットワーク装備などの通信設備や関連機器を量産する予定である。また、日本だけでなく海外の通信企業に販売する計画もあるという。詳細は、e n クリティシズム・オブ・ファーウェイを参照2000年代からアメリカ合衆国大統領ジョージ・ダブー・ブッシュや、アメリカ合衆国議会から、ファーウェイが国際連合から経済制裁を受けているイラクのサダム・フセイン政権や、 アフガニスタンのタリバーン政権に通信機器を支援しているとして安全保障上の懸念が出されていた。2016年にはイラン、シリア、北朝鮮など反米国家への輸出規制に違反したとしてアメリカ合衆国連邦政府から召喚が行われた。イランでは反体制派の監視や政府の検閲にも利用されるなど同国市場で独占的な地位を築いていた。 2018年には、任正しいの娘で副会条件、CFO のモーバン船が、米国によるイランに対する制裁をくぐり抜けるため、米金融機関に虚偽の説明をしたとして、アメリカ合衆国司法省からの要請を受けた、カナダの司法当局により、バンクーバーで詐欺容疑により逮捕された。また、2019年には、北朝鮮でクーリアリンクの通信網と監視システムを、 構築していたとの報道を受けて、連邦政府は調査を指示し、2020年に司法省は、ファーウェイが北朝鮮との取引を隠蔽したとして、追起訴した。2012年10月、アメリカ合衆国会員の諜報委員会は、ファーウェイと同業のトストの製品について、中国人民解放軍や中国共産党、公安部門と癒着し、 スパイ行為やサイバー攻撃のためのインフラの構築を行っている疑いが強いとする調査結果を発表し、両者の製品を連邦政府の調達品から排除し、民間企業でも取引の自粛を求める勧告を出した。また2018年白紙撤回の理由は公表されていないが、安全保障上のリスクを懸念する連邦政府からの圧力という仮説が有力。2018年4月に、 アメリカ合衆国国防総省は、トスタとファーウェイが製造した携帯電話やモデム製品について、アメリカ軍の人員、情報、任務に対して許容不可能なセキュリティ上の危険をもたらすとして、米軍基地での販売を禁じ、軍人には基地の外でも中国製品の使用に注意するよう求めた。アメリカ合衆国の軍事同盟国でも類似の動きがあり、2014年に、 韓国政府は、米国政府からの要求を受け、政府の通信に関して、ファーウェイの機器が使われていないネットワークを通すことに同意し、中華民国でもフォックスコングループ参加の国語電子が、4G システムの建設計画書を国家通信電波委員会に提出した際に、ファーウェイ製の基地局を採用しようとしていたため、立法委員より国家安全保障上の懸念を受けた NCC は、 審査過程を6月まで伸ばし、基地局は、ノキア製の設備へ変更された。ちなみに、ホワイトハウスが独自に行った調査では、ファーウェイによるスパイ行為などを裏付けられる証拠は見つからなかったとしている。2018年8月14日、2019年度、国防権限法によって、トスタや監視カメラ世界最大手のハイクビジョンなどとともに、 アメリカ合衆国の政府調達から排除された。これには、対象データへの侵入やデータ移転に関係する機器、サービスとして、上記3社と通信、監視機器の海のお立ち通信やダーファーテクノロジーの、警護者の製品などが含まれる。また、中国政府に支配、所有されている企業、または関係していると、米国政府が合理的に判断した企業なども、同様の措置とされている。 2019年5月15日、アメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプはアメリカ企業が安全保障上の脅威がある外国企業から通信機器を調達することを禁止する大統領令に署名。同日、アメリカ合衆国商務省産業安全保障局はファーウェイを同局が作成するエンティティリストに掲載しアメリカ製ハイテク部品やソフトウェアの供給を 事実上禁止する措置を発表した。2019年10月現在、ファーウェイ及び関連企業100社以上がこの金融リストに掲載されている2019年5月19日、アンドロイドを供給してきたグーグルが、ファーウェイとの小取引を一部停止したことが報道されると、続いて、ルメンタム、インテル、クアルコム、ザイリンクス、ブロードコムも、 部品供給などの小取引を停止したことが報道された。ソフトのアップデートが即時不能になるなどの混乱が予想されることとなったが、同年5月21日、アメリカ合衆国連邦政府は2019年8月19日まで製品の調達を認める猶予措置を発表した。2019年6月、ファーウェイへの取引規制は国家安全保障上のリスクになる可能性を Google がアメリカ合衆国連邦政府に警告したことやインテルなどが輸出規制を回避して部品を供給していることが報道され G20 大阪サミットでの習近平国家主席との米中首脳会談後の会見でトランプ大統領はファーウェイへのアメリカ製品の供給を認める意向を述べるも後の米中貿易戦争の激化でこの発言を撤回した 2020年5月15日、米国は、米国の技術を使って、半導体を輸出するメーカーに対し、輸出規制強化を発表した。同月18日、台湾石体電路製造、TSMC は、ファーウェイからの新規受注を止めたことが報じられた。すでに受注済みの分は9月中旬までは、通常通り出荷できるが、それ以外は、輸出に最初込めの許可が必要になるという。 2020年7月23日、アメリカ合衆国国務長官のマイク・ポンテオは、対中政策について、演説にて、ファーウェイの背後には、中国共産党がいて、無垢な通信機器の企業として扱えなく、安全保障への脅威として、対応を取っていると述べた。AI5G における、技術競争、編集これらアメリカ合衆国の動きには、国家安全保障上の理由だけでなく、 中国大手2社を市場から締め出し人工知能や通信分野の次世代技術第後世代移動通信システムの実用化でライバルとなる中華人民共和国を封じ込めようとする思惑が指摘されている中華人民共和国とアメリカの企業は AI や 5G をめぐって激しい開発競争を繰り広げており AI の監視技術では2019年で50カ国に 売り込んでいる、ファーウェイが先行し、中国企業に次ぐ日本企業の日本電機は14カ国であり、アメリカのトップ企業 IBM は11カ国である。5G では、ファーウェイとトスタは、北欧のエリクソンやノキアと並び、2010年代では、主流の第4世代移動通信システムで、アメリカ企業の技術が世界を席巻していたが、5G では、関連特許を世界で最も保有する。 ファーウェイなどの中国企業が 5G の主導権を握るとの見方も出たことがアメリカに危機感を与えていた。2018年6月にファーウェイがカラフトと日本固有の領土北方4島を結ぶ高速通信網を付設した際は日本政府はこれに抗議して内閣官房長官菅義偉はロシアと中国に外交ルートを通じて抗議した。中国に抗議したのは時に 中国企業が参加しているからだと述べた。2019年2月にこれは完成した。2018年12月、日本国政府は名指しこそしないものの、ファーウェイとトスタを事実上排除する指針を決定したと報じられた。同時期、富士ニュースネットワークが政府がファーウェイの製品を分解したところ、ハードウェアに余計なものが見つかった。 余計なものはスパイウェアに似たような挙動をするという与党、関係者の発言を報じた。一連の報道に対して、ファーウェイジャパンは、事実無根と反発した。一方で、テカナリへの清水洋二は、分解した、結果、余計なものは見つからなかったとした上で、余計なものを具体的に示すべきだと主張した。また、同社日本法人の顧問は、 日本学術会議の連携会員に選出されている。欧州連合の欧州委員会は、第五世代移動通信システムをめぐるファーウェイ製品の採用判断は EU 加盟各国に委ねる方針を2019年3月に発表しており、2020年1月には 5G のネットワークからファーウェイを排除しないとする勧告を行ったが、ヨーロッパ諸国においても規制の動きが見られている。 ドイツでは連邦電子情報保安局が独自の調査でファーウェイに対するアメリカの主張に会議的な結果を得たと2018年12月に述べ2019年10月にドイツ政府はファーウェイを 5G 通信網から排除しない新規則を発表したが翌20年10月にファーウェイ制限の検討に入ったと現地報道されているフランスでは ファーウェイとの通信インフラの構築を歓迎すると2018年12月に表明し、エマニュエル・マクロン大統領はファーウェイを排除しないことを2019年5月に述べ、フランス政府は 5G からも排除しないことを明言したが、翌2020年7月に一転してファーウェイ製品を規制する方針を表明した。モナコはヨーロッパで初めて、 ファーウェイの 5G 通信網を全土で2019年7月に開設した。ウクサ協定締結国であるイギリスでは、政府通信本部の国家サイバーセキュリティセンターが 5G 設備の調達先の多様性を確保すれば、安全保障上のリスクは抑えられると2019年2月に判断し、2020年1月にファーウェイの 5G 製品を条件付きで認めることを発表した。また、 2019年5月にはこの方針を漏洩したとして国防大臣の解任が起きており、最大手の BT グループはファーウェイ製品を一部採用した 5G サービスを開始した。しかし2020年7月、イギリス政府は部分容認という従来の方針を翻し、同年5月のアメリカ政府の追加制裁によってファーウェイの半導体調達が困難になり、 製品の安全性や信頼性を損ねる恐れがあることや香港国家安全維持法をめぐる英中関係の緊張が影響し 5G からファーウェイの危機を2027年までに排除すると決めたと報じられたこのファーウェイ危機の排除でイギリスは 5G の展開が2年遅れ費用は20億ポンド増加するがその代償を支払ってでもセキュリティ確保を優先した 同国国防委員会は2020年10月に後、G の安全に関する報告書を発表し、ファーウェイが中華人民共和国と共謀している明らかな証拠があるとしている。同じくウクサ協定締結国であるカナダでは2012年10月に当時の政府の通信ネットワークからファーウェイを安全上の理由から除外したが、サイバーセキュリティセンターの責任者が G に関しては ファーウェイを排除する理由はないと発言している。一方で、大手電気通信事業者、ベルカナダはサプライヤーにエリクソンを採用し、ファーウェイ製品を除外している。エドワード・スノーデンの事件をめぐって、ウクサ協定締結国と対立しているロシアは、2019年6月に初の五人通信網の開発で、ファーウェイと合意し、ウラジミール・プーチン大統領は、 ファーウェイ問題でのアメリカの動きをデジタル世代で初のテクノロジー戦争と批判した。ウクサ協定締結国のオーストラリア政府がソロモン諸島やパプアニューギニアを結ぶ海底ケーブルの設置プロジェクトやや第五世代移動通信システム設備からファーウェイを締め出すことを発表した。アセアン諸国ではアメリカの同盟国フィリピンは2019年6月にファーウェイ製品で 東南アジア発の 5G ネットワークを開設し、ファーウェイの監視システムを導入する予算案を議会が阻止した際は、ロドリゴ・ドゥテルテ大統領が拒否権を発動した。マレーシアのマハティール・ビン・モハマド首相は、安全保障上の懸念を一周して、アメリカより先端的なファーウェイの製品を可能な限り使うことを2019年5月に宣言した。同じ共産党独裁国家である、 中華人民共和国と対立してきたベトナムは東南アジアで初めて 5G 通信網構築からファーウェイを排除する方針を2019年8月に打ち出した。アフリカ連合は本部の通信設備に採用されたファーウェイ製品のスパイ疑惑が報道されていたがアフリカ大陸の旧世代の通信網の大部分を構築しているファーウェイと 5G でも提携する合意を2019年6月に交わした。南米ではアメリカが同盟国に位置づけて 5G 通信網からのファーウェイ製品の排除を呼びかけていたブラジルはほとんどの 4G 通信網をファーウェイが構築していた関係にあり排除しないことを2019年6月に表明した。中東ではアメリカにとって中東最大の同盟国であるサウジアラビアは 2019年2月に初の 5G 通信網の構築でファーウェイと提携し 5G 通信網からファーウェイを排除しないことを2019年6月に明言した。アラブ首長国連邦も 5G 通信網でファーウェイ製品を採用することを2019年2月に発表した。2020年7月現在世界中でファーウェイへの警戒が強まっており、 多くの国にて、ファーウェイを 5G から排除する可能性が伝えられている。排除を決定した国排除方針が伝えられた国米国が参入を禁止したとする国検討中未定2019年7月、アメリカの情報サービス会社ブルームバーグは、ファーウェイの複数の従業員が中国人民解放軍当局者と協力して、 研究プロジェクトに取り組んできており、中国人民解放軍に対して、軍事、安全保障への応用研究で協力し、密接な関係を築いているとの調査結果を発表した。記事の中では、ファーウェイ従業員が無線通信や人工知能など、少なくとも10の分野の研究プロジェクトにて、中国人民解放軍組織のメンバーとチームを組み、中国共産党中央軍事委員会の 調査部門との共同研究や中国人民解放軍の高級教育機関である国防科技大学との衛星画像と地理座標を収集分析する手法に関する研究を行ってきたとの説明がなされた。これに対しファーウェイ広報担当のグレンシュロスはファーウェイは個人の資格で研究論文を発表する従業員には感知しないファーウェイは 人民解放軍参加の機関と共同で研究開発を行ったり、提携関係を持ったりはしていない。当社は世界の民生基準にかなう通信機器の開発、製造にしか携わっておらず、軍隊のために R&D 製品をカスタマイズすることはないと反論している。6月18日、米 IT を大手 Google ググで最高経営責任者を務めたエリック・シュミット氏は、 ABBC ラジオに中国の花ため技術の通信機器を通じた中国当局側への情報流出は間違いないと述べ安全保障上の懸念を示した。ファーウェイのスマートフォンは大きく4つのシリーズで構成されている。メイトシリーズ、編集広大なディスプレイを備えており、動画視聴やゲームでは他のスマホでは味わえない臨場感が得られる下半期フラグシップモデル。背面には ドイツのカメラ、工学機器メーカーのライカとファーウェイが共同開発したデュアルカメラが備わっている。P シリーズ、編集カメラに特化し程よいサイズ感でカラーバリエーションが豊富な上半期フラグシップモデル。背面にはメイトシリーズと同様ライカとファーウェイが共同開発したトリプルカメラが備わっている。リーズナブルな価格のライトや上位モデルで クアッドカメラのプロやペンタカメラのプロも存在し、幅広く、そして様々なニーズに対応している。また、中国のみならず、ヨーロッパにおいても人気を博している。ノバシリーズ、編集手頃な価格に平均的なスペックを備えたミッドレンジモデル。緩やかなカーブを描く背面や丸みを帯びた側面により、手のひらに心地よくフィットする形状になっている。 P シリーズと同様、ライト版もある。オナーシリーズ、編集高いスペックを備えつつも、手頃な価格で販売されている、コストパフォーマンスに優れた、ミッドレンジモデル。フィルムを15層に折り重ねた、マイクロパターンを採用することにより、見る角度によって変わる独特な光の反射を演出する背面が、特徴的。日本では、ファーウェイのオンラインストアと、 楽天モバイル限定という扱いだったが、オーナー級からは MVNO の取り扱いを拡大し、i i j m o 4モバイル NTT コムストアバイ、グーシンザラーからも販売される。楽天モバイルには限定色のミッドナイトブラックがラインナップされ、他の MVNO とは差別化を図っている。OS は Android をベースにファーウェイが独自カスタムした MI というモバイルオペレーティングシステムが、 搭載されている。しかし2019年に起きた米国の金融措置によって Google がファーウェイに GMS の提供をやめると発表した。ファーウェイはこのように GMS が使用できなくなる緊急事態に備えて独自 OS に代替するプラン B が2012年頃から準備されていた。ファーウェイが独自開発し発表した OS は c o o s であり、 2019年8月9日に開催されたファーウェイデベロッパーコンファレンス2019で発表された。ホームメン OS は Android アプリを動作させることができると言われているが、それ以外の詳細は不明である。自社で SIM フリーのスマートフォン及びタブレット、ノートパソコンを販売しているほか、ソフトバンク及び NTT ドコモと KDDI。 沖縄セルラー電話向きに基地局や端末などを供給している。前述のように製造元としてファーウェイテクノロジーズ c o リミテッド販売元として各オペレーターの社名、輸入元としてはなため、技術日本株式会社の3つの企業が端末に表示される。日本では2000年代はモバイル Wi-Fi ルーターや デジタルフォトフレームなどの通信モジュールが主力で2010年代初頭には大手キャリア向けに日本向け機能を搭載したスマートフォンやタブレット製品を納入してきたが売上が伸び悩んだため大手向けスマートフォンタブレットからは一旦撤退2014年にシムロックフリースマートフォンに参入しこの時期に新規参入が相次いだ MVNO 向けに 積極的にセット販売を展開した結果、レスポンス、電池持ちが良く、コストパフォーマンスに優れた、ファーウェイ P8 ライトからのファーウェイ P20 ライトの、P ライトや、ノバライトシリーズがヒットしたほか、コストパフォーマンスが重要視される、SIM フリー端末としては、珍しい、カメラに力を入れた、ハイエンド製品や、希少となった、アンドロイドタブレットも多数投入し、 格安スマホ市場を牽引した。そして、このヒットに大手キャリアも着目するようになり、2018年から大手向けスマートフォンにも再参入した。その結果、2017年から2018年にかけて、シムフリースマートフォンでシェア1位となり、キャリア向けを含めた全スマートフォンシェアでも5位につけた。しかし、2018年末からアメリカからの制裁及び、 日本政府の端末調達からの排除。2019年5月のアメリカのドナルド・トランプ政権による輸出規制の対象化。さらには2019年11月のファーウェイのバゴティを最後に Google のサービスやアプリに対応したスマートフォンが発売できなくなったことから人気は急落し、2019年には全スマートフォンシェアでランク外となった。 メイトシリーズ P シリーズノバシリーズオーナーシリーズその他、ファーウェイウォッチ GT2E スマートバンドスマートウォッチ、ダタブレ HY、モービレ向け携帯電話端末、編集 QE、モバイルブランド及び Q ウィルコムブランドを含む、音声端末、編集タブレット、編集データ通信端末、編集 D25、HW ソフトバンクブランド向け端末、編集、 フォートビジアン HW001S データ 08W ありがとうございます。